スーダメインリプレゼント元気ガーデルカネノソダンジョはいみなさんこんにちはマネーセラピストの安田真由美です土曜日の午前中皆様いかがお過ごしのことでしょうかね、新年2024年になりましたけれども皆さんにとって良い年は過ごせたんでしょうか、ね ね、あの穏やかな一年であるといいと思うんですけれども、まあ、今年どういう年なのかなっていうことを、ね、考えながらこの番組をとです、ね、お話しさせていただけたらなというふうに思っています。はい、今日も元気に「元気が出るお金の相談所」ラジオ版ですね聞いていただきましてありがとうございます。 えー、私はあのシニアの相談ですね主に受けていて介護が始まる前から相続が後始末までのお金の悩みをです、ね、解決する仕事をしておりますでこの番組では、まあ、介護をし始めるよとか相続するよみたいな感じの、えー、シニアのお悩みごとにフィットするというかですねきっとこんなこと悩んでんだろうなみたいなことの情報提供をしていきます。 最後までお聴きくださいさてですね年も改まり1世目というか1回目がですねもやもやお悩み相談ということでまたゲストに伊庭さんをお招きしております伊庭さんよろしくお願いしますはい、今年もよろしくお願いいたします今年もよろしくお願いします で伊庭さんはですねあのちょっと,があの、えー、と YouTube 見ている人はわかるかもしれませんけども <laughs> あのでこ去年ですねあので「声に出すだけでもやもやがすっきりする」という出されまして、はい、これが好評発売中といますはい。 でまあそのモヤモヤしてる人めっちゃ多くてですね介護やってる人多いので多いですよねはいなのでちょっとあのねラジオでご相談にお答えいただければなというふうに思ってゲストにお呼びしておりますぜひぜひ新年早々こうねモヤモヤをねどんどん手放していけたらいいなと思ってます <laughs> いや本当にその通りですで今回のお悩みは五十代後半の方なんですけどもあの。 いわゆるこう長男の嫁といいますか立場で介護をやっぱり関わってしまっ関わってしまってるっていうのも変なんですけれどもはい、はい、<laughs> あの関わらざるを得ないっていうんですけれども、うん、まああのえっと長男さんがいてご両親がいて比較的近くに住んでらっしゃるからうん、うん、まあ当然そのね あの病院行くだとかと他のやつは、ええ、まあ夫婦夫婦なりで二人でやってはいるんですけれどもうん、うん、どちらかというと嫁の立場の側に果重がかかっているんですが、うん、それはねそんなに苦じゃないっていうんですよ。はい、問題なのはごのご兄弟ですね長男さんのご兄弟弟さんと妹さんがいるんですけれども。うん まあちょっと弟さんとはあまり良くなくて、うん、関係性が、うん、それでまあそこにちょっとその嫁の立場として、うん、自分の兄弟だったら言いたいことも言うっていうんですけども人んちの兄弟っていうのはご覧なんですけど義理の弟さんにあたる方に気を遣ってでまたその向こうのその次男さんのお嫁さんっていう人も全くちょっと気を配ってくれず。うんうん なんかねちょっとそのお父さんの方に顔見せてくださいよってね、うん、軽く言ったつもりがなんかねすごいあの返事がラインで返ってきたとかお<ー> <laughs> そうもうなんて言うんでしょうねこう自分が頑張っているのを認めてほしいというよりも、うん、気を使っちゃうっていうかっと一言言うのにも,もう気を使っちゃってって,って。うん でその妹さんは妹さんで、まあ、本,本法というか自由なのはいいんだけれども、はい、またそのなんていうかなおおお自分の夫に対しても、うん、あの女同士だから気持ち上かるんだけど言い方がきつくてね、うん、なかその間に立っても気を使ってみたいな感じで、うん、<laughs> この人間関係に気を使っていてなんかもうめっちゃもやもやしてんだけど、うん、なんかもうすっきりする方法ないですかねっていう。 大変ですね、それは。もう本当に。はい。うん、自分の両親じゃないじゃない。うん、それに対しても気を使うじゃない。う,ね、うん。嫁という立場で、あっちこっちに気を使うっていうの,のは、うんうん、本当に神経にすぎそうだ言っていて、<laughs> ちょっと、まずどこから手をつけましょうね。<laughs> そうですよね。まあ、辛いと思うんですけど、気を使っているときほど自分の気持ちを声に出すのを忘れちゃうんですよ。もう心のでため込んでしまう。う ど,どんどん苦しくなって言いたいことが言えなくなってしまうなのでまずその気を使って苦しいなとかそのモヤモヤしてる気持ちをね自分でブツブツ声に出すっていうところから始めていくと、まあ、これはあの今まで私が出演させていただいた時と共通してますよねまず声に出してみようと うん、でもほらあの間違った声の出し方っていうのもあるからちょっとそのあたりそのそつい愚痴になりそうじゃんあの、まあ、愚痴が出てきてもいいんですけど大事なのはそれをいきなり例えばご主人とかいきなり周りに言わないことですあ,あはいはいそれは間違った声の出し方になってしまうわけですね <laughs> はい心の中に溜め込んでねあの、うん、言うんじゃなくて声には出した方がいいがそうそう人に言うんじゃなくて独り言です独 <laughs> り言はいはい独り言なんです どうしてもなんかこう,うまく言葉が出ないとか、考えがまとまってからこうに出そうって思うと、こうに出せないです。あの逆に、ね、ぶつぶつこうに出していくうちに気持ちが整理されていく、考えがまとまっていく。なので、いやーとか、うーとか、うん、あーとか、もう言葉にならない言葉でもいいので、まず出していくこと。まあ、これはあの私の、ね、昨年出した本のコラムの3番かな。 でも解説しているところです。うん、もうああでもいいので、とにかく声に出していくことで次第にこう溜め込んできたこう気を使って苦しい気持ちも出てきやすくなります。もういやーっていうのもいいってことですいいです,です。もういやーっていう気持ちも出してください。<laughs> なるほど。そうあの、うん、よくあの相談があるのがそのもういやーとかふざけるとか、うん、そのネガティブな気持ちを声に出すと、うん、現実になってしまうんじゃないですかとなんかどこかの本で読んだことがありますって聞かれることがあるんです。ただ 結論をお伝えすると、そのネガティブな気持ちを声に出しても出さなくても現実化する可能性ってありますよねってことなんです。関係ないんですよ、声に出したかどうかは。出しちゃえばいい、出すだけで気持ちが整理されたり、すっきりして、まあ、次のステップに進みやすくなる。要は、一定してため込むんじゃなくて、ちゃんと外に出しましょうっていうことなんですよね。うなるほどもういやっててて声に出してみてください いいですよ、このラジオを聞きながらね、独り言でもういやって言ってみてもいいわけです。なるほど、もういやってね。まあ、いやっていう気持ちは素直な気持ちだと思うんだけど、まあ、なんかちょっと、やっぱりさっき、うーでもあーでもって言うけど、やっぱうーってなるときあるよね、その、うーみたいなさ、さっき言った感情として、 まとまった言語にならないで、うん、あのギャーとかあるよね。そう,そういう言葉でいいってことだね。そうです。うんうんうんう。まとめようとするほどあの言葉に出せなくなってしまいます。ああ<ー>。うん。まあ言語化できない。そうですそうです。ですまだね。見。そうなんです、うん。できないのも出しちゃう。できないのも出しちゃう。 うん、言語化しなければ声に出しちゃいけないっていうのはね私たちの思い込みなので、だって言語化できなくても、いやーとかあーとかうーって声に出すわけです。うん。うん、いやねえ、一人り言だから。一人言です。で別に誰かに聞かせるわけではないので。うん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 。なるほど、なるほど。まずそこからちっちゃい、ちっちゃいプチ,チプチモヤモヤは。 そうですそうです。とか全くもうとかっていうきっと、まあね、今の質問相談を聞く限りそのプチプチなモヤモヤを出していくときっとその奥にドロドロしたモヤモヤが隠れてる可能性があるあの時言えなかったけどあれすごいすごい嫌だったんだよねとかそれもどんどん自分でこうに出していけばいいと思います。うん、あああつまりそのえー、っとちっちゃいモヤモヤの時に、うん、そのちょっとずつちょっとずつ出してるうちにうん、うん でだんだんそのちょっとずつがこうスル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 とこう芋づる式に出てくるか出てくるかもしれないそ,そのドルドルそうです、まあ <laughs> 私はよくねあの本で心の便秘っていう話をしてますけど私も経験があります便秘がこうねすっきりするときって最初はちょっとしか出ないかもしれないちょっと出るとこう芋づる式にどんどんこうすっきりしていくわけでまずはプチモヤモヤでいいのでブツブツこうに出してみるというのが解決の糸口ですね なるほどねちょっとそのなんでしょうねそプラスして、はい、まあ自分のことってさなんかさそんな腹黒い自分じゃないって思うっていうぐらいの話なんですけどそんな腹黒くはないんじゃないかと思っちゃうからうん、うん、余計にそのあのなんかこんなことを考える、うん、自分が嫌だなと思うと。うんうん やっぱり、蓋をしてきてますよね。うん、そうなんです。うん、で、それを、なんか、引き出すのも、ちょっと怖くないですかねっていう。あ、わかりますよ。怖いですよね。<laughs> 怖いです。でも、まあ、先ほどの例えと、実はここは共通して、ますね。その怖くて、蓋をしていても、その、まあ。腹黒さとかって、消えないんですよね。あ、うん、消、うん、<laughs> 確かに、消えないよ。消えないですよ。心の中で、そう思っているわけだよね。<laughs> そうか、そうか。なるほどね。 そうなんじゃああ意外と腹黒い自分もいるんだなってこうになって気づいちゃうと早くスッキリするわけですよなるほど、うん、あの臭いものには蓋をせよっては、まあ、聞いたことある人もあるんですけどこれ逆なんですよ臭いものに蓋をするからもっと臭くなるんですよ <laughs> そうですよねなるほどなるほどい思い切って開けてみたら最初はちょっと臭いかもしれないけど開けるからじゃあ中身を取り出そうとか掃除をしようという次のアクション行動に移れるわけですうん。 ね蓋をするとどんどんこう発酵してきたり、うん、こう腐敗してきて苦しくなってしまうかもしれない。ぜひねまあ、2024年はね臭いものがね出てきたら蓋をするんじゃなくて蓋を開けてみるっていう、ねてね、大事なポイントになるかもしれないですね。うん、まあ今年だけに限った話じゃないんですけれども今まで貯めてきたそうでをちょっとこう開けてみて。うん、まあ,あ あ私、こんなこと考えていたんだな、みたいなことを口に出しちゃうってことかね。そうなんです。で、まあ、一通り口に出したあとは、私はどうしたいんだろうとか、ね、何がしたいんだろう、何を言いたいだろうというように語尾を何々したいの形で問いかけましょうと。ここで、こう、嫁としてとか。<laughs> は,いはいはいはい、うかそこそこそこ。まあ、なんだこう、例えば。 えー、嫁としてとかこう社会的にはどうとかって周りの目を気にしているんですよね、うんうん、立場。立場とかを気にしているので、一旦脇に置いてください、うんうん。嫁としてとか立場を気にするほど自分がこうしたいこと、自分の気持ちが出てきにくくなります。うんうん、嫁としてこう振る舞うべきだとか、うんうん、あそうねえこういうふうに立ち振る舞わなければいけないとか、しなければいけないとか、あるいはした方がいいんじゃないかとか、こういった言葉が出てきちゃう。うんうん うん、これって自分がしたいことじゃなくて周りを気にしてるのでますますモヤモヤします。うん一旦一旦その嫁としてというのは脇に置いて自分はどうしたいんだろうってまず問いかけてみることです。なるほど。自分はね何したいかね。うん、<laughs> なるほどなるほど。うんあのー、やっぱりそのでも自分で考えてると自分で自分を否定するじゃないですかなんか。 あの時嫌だっったなて何したいって思ってちゃんと言った方がいいよねでもさあってなるよねっていうふうについつい戻るねその脇に置いとかないと常に立場とか社会的常識とかさっていうふうについ自分のことをもう一回ふたするんふたしちゃうんだ。 その蓋をし始めたら、またその蓋をした気持ちをブツブツこうに出してみてください。でもさーとか。でもさいや、でも妻としてとか。うん、これも全部ブツブツこうに出していく。うん、で、改めて私どうしたいって問いかけ直すと、うん、やっぱ私こうしたいって結論に達するわけです。うん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 。うん、なるほどそう。で、この、いやでもさでも私こうしたいな。いやでもさのループを何度も繰り返したときに、うん、あのその、 ループを抜け出す方法が一つあるんですよ。お<ー>それは何かというと行動してから考えるということです。へ<ー> <laughs> そうなんです。<ー>もう自分の心の中で結論は出てるけど、例えば行動に移すのが怖かったり不安だったりでブレーキを踏んでるだけなんです。うんうん、うん。確かになので、もう行動に移さないといつまでも今の現状って変わらないんですよね？ だっててループしでもさ、メールとか LINE であれば送信ボタンを押してから考えるとか。ああ、その押せないんだよ、結構<う>この人。でも押さないと、次の展開に進まないんですよ。んかそうそうそう。もちろんその、まあ、今回の相談で言ったら、もしかしたらご主人にこういう気持ちを打ち明けたいとかでもいいわけですよ。はい、自分が何かこうね、はい 自分からアクションを起こしたいでももちろんいいし、ご主人に伝えたいでもいいわけです。でもちろん、ご主人がどんな反応するかは、それはご主人次第、相手次第でコントロールはできないです。でも、自分はこの気持ちを打ち明けたい、伝えたいんだっていう、自分がしたいことを行動に移すだけでも気持ちがちょっと楽になったり、うん、すっきりするわけです。まずそこから始めていく。うん、な,るなるほど、なるほど。 そうなんですね。つまり、まあ、その、どうしてもこう、ぐるぐるしちゃうん。だから、ぐるぐるしてからもやもやしてんだけど。そう,そう、ぐるぐるしてるからもやもやしてる。そうそう。口に出しても、うん、まあ、ぐるぐるすることあるよね。でも、どうしたいやー、それは無理でしょう、みたいな。一、うん、人でも、ずーっと無限ループにはまりそうな時には、うん、やっぱり、行動に起こそうというふうに、自分をどっかで引き上げなきゃいけないってことかな,そな。そうなんです。うん。そう 行動に移してから考えるねえるいや順番逆だよって思われたかもしれないけれどももうぐるぐるしてる時はこれでいいんですようんで自分がこうしたいという結論が出てるのでうん、うん、自分が進みたい方向に一歩踏み出せるからはい、はい、その後の展開に進んでいくよ前に進んでいくよということですなるほどだからまあ、うん、とりあえずはこの人の場合はまあ、夫に正直な気持ちをね 伝えるっていうことだよねもしその,ご,のご主人に正直な気持ちを伝えたいのであれば伝えてみるってことなんですよね。うんまあ、もしくは他に何かしたいことが出てくるかもしれないけれども。うんうん、いや急にはその,その、うん、まあ最終的に伝えたい相手はねあの弟さんだったり、うん、妹さんだったり義理のねだけど、うん、とりあえず私はこう考えているんだけど、うん、みたいなことは。うん には言う言うういいたいんだろうなっつまり自分今この人あの味方いないんですよ味方っていうかう、ね、言ってないからさ言ってないからうん、うん、そう、うん、まあそう何て言うのかなお夫はその弟さんのことを話題にすると、はい、あちょっと怒り始めちゃうから、うん、言えない。 いいいわけじゃなんでその間に立ってる私はどうしてくれるのよっていう気持ちがあったりしてなおかつその次男さんのいいあのねうん、うん、お釣り合いさんお嫁さんもよく関係性が良くないからうん、うん、だけどそれを話題にするとまた怒るしなみたいなのがあるらしくせっかくこうだからこう。<laughs> 味方ってほど敵対してるわけじゃないけどなんか自分の気持ちを分かってくれる同士がいないっていうのとかその場合はこう要は自分で自分のそのモヤモヤした気持ちを声に出さずにいきなりご主人に伝えちゃうと、うん、私の気持ち分かってほしい受け止めてほしいって求めすぎちゃうんですよ。<laughs> ご主人もその気持ちを察して、いや、今、例えば仕事が忙しいのに、なんかうるさいなとか、はいはい、ちょっとね、こう反発したり、壁を作ってしまうかもしれない。な,うん、なので、まず、ご主人に伝える前にもやもやした気持ちとか、まあ、過去に例えばされて嫌だったこととかを、嫌、うん、でもああでもいいので、ぶつぶつ自分で声に出しておく。 るそ,そのワンクッションを置いた上でご主人に伝えたいことを伝えるとこうフラットに私の話聞いてよみたいに求めすぎずフラットに伝えられるのでご主人の反応も変わってくると思います。まあ求めすぎずっていうのはなかなか難しいよね。だからまあ あそうね気持ちを爆発するのは独りごとで爆発されとけと、ね、そうそう,そ,うそのワンクッションを置くだけでだいぶご主人へのこうまあ伝え方とか伝える意識が変わってくると思いますうん、うん、なるほど、うん、それをやってから言うかなるほどそうそうそう、うん、そうなんでそうん、そうするとちょっと一旦爆発させてるからちょっと小爆発ぐらいです <laughs> そう小爆発で済んだりこう 冷静になれるんですすよね声に出す部分で、うん、でもいきなりご主人に伝えるとご主人に伝えながら冷静になっちゃうので,こう<ー>で聞いてるご主人はちょっと嫌な気持ちになっちゃったり<ー>ついつい自分が言い過ぎちゃうかもしれない。言い過ぎる言い過ぎるそう。なのでまずワンクッション自分で声に出そうと別にあのお風呂に入りながらブツブツ声に出すとか買い物に出かけるついでとかもどこでもいいと思うんですよ。で別になんか周りに聞こえる大きさで声に出す必要はないので独り言。一人ごと もし声出すのが恥ずかしかったら、最初はこう口パク程度のところから始めてもいいと思います。うん、なるほどね。まあ、一人になれることはね、まあ、ね、そうですおうちの中でもできるので、な,でうん、なるほど。そういうことをもう散々言,言っとけと。そうなんです。言って、素直に。<う>うん、ちなみに、その相談者の方は、まあ、分かればいい,でいいんですけど、なんかペットとかって飼われてたりしますか ああ、いや、ペットはいない。そうですね。かったあの、ね、これであの、ペットに対してブツブツ声に出して、日々のストレスを吐き出したりしている方ってたまにいるんですよ。これも間違った声の出し方です。おお<ー>。あの、<ー>自分はすっきりするけど、ペットも生きてるので、その、もやもやした気持ちを吐き出すと、ペットがこう気を病んでしまいます。うん。ま、で、過去の私の相談者でも、んなんか、で、ペットね、ワンちゃん飼い出して、全然まだ若いのに、全身に湿疹ができて止まらないんですと。なぜですか。 で話になった時に、そのワンちゃんに普段例えば、えー、夫婦関係とか兄弟のことでもやもやした気持ちを吐き出してるんですよで。全部ワンちゃん受け止めちゃうので、ワンちゃんが全部、こうもやもやした気持ちを引き受けちゃう。あーねあるよね、なでながら、あのさーみたいな、ねうん、そうなんですとか、癒されたりするんですけど、ペットもじゃなくて、まず独り言ということなんですよな、ね、なるほどなるほほどど、うん ペットに向かって言うなと。言うなとったり、こうなんかね、愚痴を吐き出したりしないでねってことです。全部ペットは受けちゃうので。受けちゃうからね。なるほど、なるほど。そは怖いよね。そうなんです。まずは一人ごと。まずは独り言とです。ああ、でもでもいいし、まあそのうちに、あうむしゃくしゃくするとか、散々こう、なんか言ってるうちに、ちょっと。 まあ言ったらななんんんだろうね、まあ、どんどん出てくるじゃないですかそしたらその出てきたら、うん「私は一体何がしたいんだろう?」っていうことを言った方がいい。いいそうなんです、ね、でそれから自分は何々したい「うん、ああでもな嫁だしな言えないしな」うん、なんて言ってそういう独り言をぐるぐる言っているからところからのけ出すには。 よしじゃあちょっととりあえずは夫に言ってみるかなみたいな感じで、うん、言ってみるそうですね、うん、はいそういう行動に起こすことがまずこのモヤモヤの無限ループからそうです <laughs> ちょっと出るかもしれないそうなんですでも求めすぎちゃいけないよってうそう求めすぎちゃいけないよと声に出すのを忘れてる時ほど求めすぎちゃうので例え小林田さんが整理されたこう自分で声に出すとか どうしたいを問いかける。このワンクッション置くと求めすぎちゃうことってなくなっていきます。うん。うん。まああとその求めすぎちゃうってどうして私のこと分かってくれないのっていうああ風には言っちゃいけないなってあの思うけど、今私こういう気持ちなんだよねって言うしかないってことかね。うん。言いたかったら全然言っていただいてもいいです。ただその前にどうして私の気持ち分かってくれないんだろうって一人ごとでこうに出そうってことなんです。そう。ここが大事なんです。 そうね。それ、はい、だから、その、どうして分かってくれないのじゃなくて、うん、今ちょっと私こうなってこう辛いんだけどはい、はい、っていうふうに言ってみる。うん、そうですね。うんだから私は妹さんにこういうふうに言おうと思うんだけど、どうかしらっていう、うん、ところなのかな。どうかしらって言ってもな。 反応が鈍かったら鈍かったで、鈍い反応を受けて、じゃあそれを受けて私はどうしたいって結局ここに戻っていけばいいのか。の相手の反応は分からないので、出てきてからないで、どうしたいで行動する。ね、このキャッチボールを繰り返していくとこう、どんどん前向きに生産的な方に進んでいきます。なる,なるほど、なるほど。まあね、そう言うと期待しちゃうもんね。まあ、そうなんです。でも,でもまあ、本当難しいね。求めすぎないっていうのはね。で 今日の事例はねおそらく他の人もあると思うんですよねこんなもやもやてるう、ね、こういう間にうん、うん、嫁の立場で介護していると。 そういうところで配偶者がその、ね、ほ本当は当事者だろあんたっていう感じだけどうん、うん、そ,それをね変わってやってるのになんで自分がモヤモヤしなきゃいけないんだっていう気持ちもあるし、ええ、そこへぶつける前に自分で言葉にまずは出してみるっていうことをやって、うん、散々やった後どうしたいにしてで、ね、でまずはその夫に、まあ、自分の気持ちをまずは伝えてみる、うん、まずそこまでとりあえずやることで うん、次をまた考えればいいということなんです。な,ですえー、なるほど。ありがとうございます。あなるほど。うん、でも、これ、あれねあの、ぜひ彼女にあの聞かせてあげたいので、ぜひぜひ聞いていただけたら嬉しいです。はいあの。喜ぶ、喜ぶっていうのはちょっとやってみようって思うと思う,と思うんですね。<laughs> うんうん あと今日ちょっとまたペットの今度ペットの話もあの心配なので聞きたいなというふうに思います。<laughs> ぜひぜひ危ない危ない <laughs> 危ない危ないです。せっかく大切な、ね、癒しをもらってるのに、そのペットちゃんを苦しめることになりますから。ペットの犠牲と引き換えになっちゃうので、うん、それは避けたいところです、ね、避けたいですね。うん、はい。じゃあまた次回、あのぜひその話もお聞きください。あっという間に、ね、時間が経っちゃって、本当にいつも。 天使に答えていただきありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ、次回はですね、また2月ということで、1か月に一遍あのもやもやお悩み、お付き合いいただきまして、本当にありがとうございます。いやいやぜひ来月はね、皆さんのもやもやの鬼退治ができればと思いますので、楽しみにしてます。ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。 あ今日ももやもやお悩み相談ね、楽しかったっていうか、楽しかったっていうか、ためになったっていうか、ひたすら私はメモを取ってしまいました。皆さん、いかがだったでしょうか。えー、またね、それは2月に、ああのえー、ぜひ、えー、また、岩さんにねあの、ゲストに来ていただきますので、皆さんの方で何かがあお悩みありましたら、こちらの方にお寄せください。また、1月ですね、私の方のあの対談セミナーがあります。 えー、これはオンラインで、えー、1月14日の日曜日2時からオンラインでですね無料でやりますので、えー、ぜひ聞きに来てくださいそれは「一人暮らしの親の見守り方」ということでどうしてもね親子で離れて暮らしていてお母さんが一人暮らしで気になるんだけれどもまあ自分が働いているところを離れられない。 どうやったらね、お母さんがちゃんとしてるかな、薬飲んでるかななんていうことを、ああ気になる人は多いと思うんだけれども、今便利です。スマホでね、いろんなことできちゃうんですよ。うん。だそういうようなことを実践しているから人からいろいろお話を聞いていこうと思っています。ゲストは和田さんというね、身回りテックコーディネーター。ぜひお楽しみにしてください。 またお便りありましたら、ギノワンの方までお寄せください。797-uemgno ワ .com こちらまでお便りお寄せください。本日も聞いてくださりありがとうございました。